本日は、このプロジェクトに参加をいただきありがとうございます。非常に重要な集まりであります。いろいろな意見交換を行うということを、東南アジアにおける大国関係と海洋秩序について意見交換をさせていただきます。何人か専門家をお招きをさせていただいています。いろいろと意見を表明をしていただきたいというふうに考えるものであります。何ヶ月にわたりまして、この問題について意見交換をさせていただきました。少し背景について説明をさせていただきます。この取り組みは、これまで取り組んできている研究活動、1年半にわたって行っております。基本的にこちらにつきましては PRNSEA の第一段階ということになっています。これはグリップスが中心になって開始をしたものであります。東京ジャパン、グリップスが日本側のパートナー組織として RSIS と協力をしながら行っているものであります。そしてまたこれ以外にもインドネシアの研究所も参加をしていただいています。戦略問題国際問題研究所です。こういった3つの組織が中心になりまして、専門知識を活用することによってそれぞれの研究機関の専門家が中心になってさまざまな興味深い分野を対象に、そしてテーマを中心にして、我々研究所にとりまして関心事項である内容についていろいろと研究をしてきたところであります。クラスターにつきましては 4つ対象にさせていただきました。1つ目は東南アジアにおける大国関係と海洋秩序です。これが本日のウェビナーのテーマとなります。2つ目は持続可能な経済発展です。3つ目は、エクストリームズに対する国の対応、そして開発協力が4つ目です。数週間にわたりまして、他の専門家も集まりまして、研究チームが中心になって、こういった他の2つのクラス、3つのクラスターについて、プレゼンテーションを行う予定であります。これまでのところどういうものがあるのかということについてテーマ発表していただくことになります。井村豊先生の方から中心になって今回の取り組みの推進をしていただいたこと、そして中心になってスケジュール通りに取り組みを指示していただいております。こういった取り組みの中で、プレゼンテーションにつきましては有益なものになることを、そして、ぜひ皆様方のフィードバックもいただきたいと論じます。もちろん、まだまだ不透明な内容というものが、今回のテーマ、すなわち東南アジアにおける大国関係と海洋秩序については存在していると思いますので、高木先生、ジェン・チャン先生の方からプレゼンテーションをお願いをするということになります。Before I pass on my screen to others, I want to take 次の方にマイクを渡す前に、最新の状況につきまして、井村さんの方からお話をしたいと思います。アイリンは ASEAN 中国関係をフォローしている方でありまして、長年にわたりまして研究を続けておられます。しかしながら、その2020年の3月に亡くなってしまいました。東南アジアにおけるこの問題につきましては、
東南アジアにおける大国関係と海洋秩序というクラスターにおきまして、非常にタイムリーなテーマであると考えるものです。東南アジアにとりまして、ASEAN に対してどのようなこの問題が影響を与えるのかということが特に懸念事項として存在しています。この研究活動については、PRNSEA を中心に行われているものでありますけれども、政策議論を深めるものに役立つものだと考えております。また、域内の国々にとっても有益であり、日本を含め、そしてこの地域の他の国々にとっても重要なことだと思います。どのようにして我々が直面する共通の課題に対応していくのか考えていかなければなりません。さて、それではパネルの皆様にマイクをお渡しをしたいと思います。改めまして、皆様方に感謝を申し上げたいと思います。この研究テーマについていろいろなご貢献をいただいていることを感謝を申し上げます。では、井村さん、お願いします。こちら日本語チャンネルになります。ベンダシンです。RSIS のものです。シンです。技術的問題が井村大使のところであるようなので、できる限り問題を解決したいと思います。チームが今、必死に努力しております。私からは両大使にお礼申し上げたいと存じます。ご参加くださったこと、そして わざわざお時間を割いてご参加くださったことにお礼申し上げます。2名の大使は本プロジェクトで重要なアーキテクチャとして参加してくださって、我々のこの協力の霊感の源になった方々です。井村大使、まだお声が聞こえないようですので、2名のパネリストを紹介させてください。もうすでにご紹介済みですが、もう一度申し上げます。2名のスピーカーをお迎えしています。高木准教授、グリップスからご参加いただいてますし、ジェイン・チャン、シニアフェローとして、また海洋安全保障プログラム RSIS のコーディネーターも務めております。2名は素晴らしいリーダーシップを発揮してくださいました。本クラスターにおいて、そして心よりお二人に感謝しております。このポイントまで導いてくださったからです。朗報がございます。井村大使復帰なさったようです。どうぞ大使、大使どうぞ。ありがとうございます。復帰できました。申し訳なかったです。技術的な問題がありましたので。スクリーンから私の顔が消えてしまいましたが、戻ってまいりました。続けさせてください。皆様にお礼申し上げたかったところです。皆様ご参加ありがとうございます。このシリーズ、ウェビナーで共同研究を PRNC の中で行ってきました。これは現代東南アジア政策研究ネットワークの略です。 PRNC です。このような機会をいただきましたので繰り返しになるかもしれませんが、もう御大使もおっしゃったところですが、それでも私からも簡単に申し上げさせてください。
本 PRNC プロジェクトについてです。これは2019年に設立されました ASEAN の主要な研究機関とともにです。 RSIS シンガポールからは、 CSIS インドネシアから、 ISIS も参加しています。 ISS も最近戻ってまいりました、マレーシア。そして日本のグリップスです。問題課題などを研究しようというものです。我々がこの地域で直面しているプロジェクトですが、3つの部分からなっております。年次の会議、共同研究、そして現在コロナ禍ですので影響した形での人の交流は限られています。月次あるいは2ヶ月に一度ウェビナーを開催しております。さまざまなトピック、この地域のトピックをカバーしております。共同研究についてですが、5つのトピックを選びました。オン大使がおっしゃられましたけれども、もう一つあるわけです。4つ先ほど言及なさいましたが、もう一つというのは環境です。 ISIS がリーダーとなっています。戻ってこられたんです。 ISIS 今追いついていらっしゃるところだと思ってます。数ヶ月ぐらいでウェビナーのご発表をいただけるんではないでしょうか、環境に関しても。リサーチクラスターをこういったトピックについて立ち上げました。研究者はさまざまな機関からいらしてくださってます。問題を検討したり、いろいろな局面、角度から、そして研究を深めることができます。もうすでに1年以上手掛けておりまして、オンラインのプレゼンテーションの準備も整ってきています。そのうちのほとんどは3月今年行われる予定です。他の4つのクラスター、準備が整い次第プレゼンのご連絡いたします。それぞれのオンラインのプレゼンの後に論文、こういったものが出版されることになっています。ディスカッションによって中身を深め、そしてプレゼンテーションもこのような形で発表されます。1年を通じて、2021年、あるいは来年の初頭、次の年次会議をジャカルタで開催予定です。コロナがもう収束していればと願っています。実際に顔を合わせてお会いできればと期待しています。第2フェーズの PRNC プロジェクト、第2フェーズの始まりとなります。第2フェーズにおいてはインド太平洋協力に焦点を当ててまいります。中心となるのは AOIP です。 ASEAN's Outlook on the Indo-Pacific、 ASEAN インド太平洋アウトルック AOIP になります。本会議に同僚 ASEAN 日本だけではなく他からも招待したいと考えています。主要な研究機関の EAS 東アジアサミットメンバー諸国の方々を招待したいと考えています。世界中で今インド太平洋に注目が集まっています。地域にですので、主要トピックに第2フェーズではなると考えています。具体的な話ということです。特に AOIP インド太平洋 ASEAN アウトルックに関してです。以上です。ありがとうございます。それではマイクをジェインと高木さんにお渡ししたいと存じます。ありがとうございました。ありがとうございました。大使、2人のスピーカーにお話をしていただきますけれども、その前に、事務連絡です。質問についてですけれども、 Q&A のアイコンがあると思いますので、スクリーンの下の方にありますので、それを押していただいて、できるだけたくさん質問を出していただければと思います。
この手を挙げるという、それからチャットのファンクション2つありますので、それらについては使わないようにお願いします。15分間、それぞれお二人にお話をしていただきますので、ではよろしくお願いします。高木先生、よろしくお願いします。ありがとうございます。お二人のお大使についても感謝を申し上げたいと思います。現在のプロジェクトについての進捗状況についてご報告をいただきました。この本のプロジェクトの暫定テーマなんですけれども、少しよく見えるように大きくしてみたいと思います。本の題名は東南アジアの大国関係と海洋秩序というものです。これがタイトルということになりますが、もう一点始める前にお話をさせていただきたいことがあります。二つ実はあるんですけれども、一つ目は、アイリン・バビラ先生ですけれども、このプロジェクトの初期におきまして、私どものリサーチチームの一員として活躍をいただきました。残念ながら亡くなってまいりましたけれども、今後、このテーマについて頑張っていくことによって、報いたいと思います。もう一点は個人的なものでありますが、私自身はフィリピンの専門家、そして東南アジアの専門家であります。海洋秩序というのは、実は私の専門とは直接的に関係をするということではありません。そして、グリップスの、 この海洋秩序プログラムに参加をさせていただいているということでありまして、1年間のプログラムでありまして、このプログラムの中におきまして、例えばこの地域のそれぞれのコストガードの関係に東南アジア、そして中国、日本からも参加をしているところであります。その中でいろいろと海洋秩序について学ぶことができました。ということもありまして、私自身、コーエディター、そのジェン・チャンさんがこの本の共著をしていただくということになりますので、大変嬉しく思っているところです。さて、それではまず背景についてです。この地域におきまして、大国関係の影響があって関心が高まっています。しかしながら、ギャップがまだ存在しています。それは大国バイアスと言われるものです。昨年、今年でしょうか、シャンブロー先生の方が、おそらくこの中国の問題についてアメリカの専門家の一人だと思いますが、デビッド・チャンボーさんが非常に洞察に満ちた本を作られた。そのグレートパワーミートということでありましたけれども、そういったテーマにおきまして、その本の中で書かれたわけですが、この本は非常に洞察に満ちた情報豊かなものであったと思いますし、それによって専門知識をここから学ぶことができたと思います。で、その中にあって、やっぱり大国のバイアスというものがこの東南アジアにおいて存在をしているということが言えるかと思います。例えばこの国については親中であるとか親米であるとか、そして特定の国がアメリカと中国との関係がどういうふうになっているのかというふうな議論があります。これはグレートパワーバイアスというふうに呼んでいいものだというふうに認識をしております。東南アジアからの声、東南アジア諸国の観点からどのように見るのかということと関わってまいります。ですので、グレートパワーバイアスを超えていかなければならないと思うのです。で、この大国バイアスの問題はどのようなところがあるのか、そこには具体的に2つあると思います。1つ目は東南アジア諸国の変革そのものに関係するものです。こういった国々は、いわば新興国になっております。この大国関係が21世紀、そして冷戦時代において、大半の東南アジアの国々は途上国であったわけです。すなわち ODA や技術的な支援に依存していた。しかしながら21世紀の初期の段階におきまして、大半の東南アジアの国々は新興国になっている、非常に競争力のある市場国であるということになっていますし、例えばフィリピン、
は、その外国からの送金というのは非常に重要、ODA も重要な役割がありますけれども、しかしながら一方で FDI や送金などがより重要性を持っている、ODA が一つのツールにしか過ぎなくなっているということが言えると思います。ですので、それぞれの地域の国々の声というのをしっかりと聞いていかなければならないということが言えると思います。2つ目ですけれども、発展をしている国々であるということでありますので、防衛予算を拡大しています。そこでアジアの小国のそのキャパシティの拡大をしているということに目を向けていかなければなりません。中国の防衛予算、アメリカの防衛予算というのはよく目を向けるところでありますけれども、それだけではなく、例えば防衛予算を今年のレベルにおきまして考えてみますと、10年前、20年前と比べてみますと大きな変化が見られるということがあります。ですので、こういった変化というものをプロジェクトの中でも取り込んでいかなければなりません。もっと具体的に申し上げますと、3つの点について申し上げたいと思います。こういった特徴点ということでありますけれども、1つ目は地域におけるシンクタンクからの貢献であるということ、お二人の大使も指摘をいただきましたけれども、政策ネットワークの成果だということになります。政策をどのように作っていくのかということに関心があるということがまず第一です。2つ目は外部の中級国家の役割ということについて考えていかなければならない、そういった国々の地域の役割を地域においてどのように認識しているのか、それに基づいて国際協力の問題を考えるということです。3つ目は学術的な貢献をこの方によって行うということです。例えば政策の側面から考えますと3つの変化があると思います。その政策指導型のアプローチを考えていかなければならないということになります。問題主導型ではない政策主導型のアプローチが必要だということになります。そのためには問題に注力をしている、その研究を行わなければならない、そしてそういった分析によって問題の本質はどこにあるのかということを考えていかなければなりません。そして実際に研究成果においてはどのような政策的な影響があるのかを考えていくということが重要であります。この戦略につきまして、まず最初に政策立案を行っていく。すなわち、まず我々がその冒頭にそれを行うことによって、非常に具体的な規模は小さいかもしれませんけれども、政策的な影響を与えるものを考えていきたいと考えるわけです。というのは3つの変化に目を向けているか、1つは制度の進化、もう1つは能力構築、そしてルールメイキングです。この3つは何を意味しているのでしょうか。まず制度進化でありますけれども、この制度進化ということについて申し上げる ASEAN のメカニズムの進化ということになります。大きな進化というものをこの間 ARF を作るであるとか APEC の時代から遡ることにできますし、そして ASEAN がこういった多国間主義の中心として APEC、ARF、そして東アジアサミット近年におきましては ASEAN 防衛大臣会合というものが行われているということもあります。こういった形で制度的な進化が進んでいるということを挙げなければなりません。2つ目はこの能力構築についてです。それぞれの国のレベルについて申し上げなければなりません。それぞれの国が安全保障やの分野におきまして能力を高めているということを申し上げることができると思います。ASEAN の加盟国レベルです。この点について、こういったそれぞれの加盟国の能力構築に目を向けていく必要があります。3つ目は、ルールメイキングです。ASEAN の国々においてそれが進んでいるということです。ルールメイキングというのは何を意味するのかということを申し上げますと、例えば東南アジア、その東南アジアにおける行動規範を作るということが行っております。この地域におきまして非常に幅広い観点からその点について考えていかなければなりません。フィリピンが例えば、その裁判所、国際裁判所の方に提起をするということがありました。その意味におきましてこの海洋というものは公益、公共益
存在になっているということであります。インドネシアもまたフィリピンもそのように説明をしておりますし、その、このアジアどのような対応していかなければならないのか、中国寄りなのかどうかということもありますけれども、しかしながらこういった取り組みの中におきまして、仲裁の結果成果につきましては、結論については実際に国際的な法律の国際法に基づいて行われたということがあります。したがってこのルールメイキングというものが一つ大きな変化として、この地域において今起きていることだろうというふうに思います。そしてリサーチチームも設定をいたしまして、こういった形での暫定的な構造を考えました。本につきましては8章から制定してできております。こちらに出ているのは最初の部分ですけれども、まず概要ということにつきまして、シン先生の方から書いていただくということになります。東南アジア諸国が米中戦略競合に対してどのように対応しているのかということ、歴史的な背景から始めまして、主要な国々における、この地域における競合関係について論じていただくということになります。こういった動きに対して、東南アジア諸国はどのように対応しているのかということを歴史的に振り返ってみるというふうになります。そこからどのような教訓を学ぶのかということについて導き出していただきます。チャプター2ですけれども、こちらは東南アジア、海洋東南アジアにおけるルールベースの秩序についてということになります。いわゆる共同著者であります、編者でありますジェン・チャンさんの方からこの文にはこの文章は書いていただくということになります。いわゆるその仲裁判定が出てから東南アジアにおいてどのような動きがあるのかということについて書いていただく。そして3点目につきましては、アメリカの同盟ネットワークと地域海洋秩序ということになります。この点につきましては、この地域におきましてどのような安全保障の動きがあるのかということ、東南その冷戦後におきましてはハブ&スポークシステムということが存在をしていましたけれども、しかしながら実際にこの同盟のネットワークということについては、例えばフィリピンとオーストラリア、フィリピンと日本、そしてフィリピンとシンガポールとの関係ということについてはどのように考えていくのか、これらについては地域秩序を考える上で新しい要素ということになります。4つ目はどのような地域制度というものが作られつつあるのかということ、この点についてはインドネシア CSIS のムヒダットさんから書いていただくということになります。一つのケーススタディを行うことによって制度的な進化がどのように行われているのかということを話をしていただくということになります。こちら本の後半の部分です。第5章ですけれども、その ASEAN の中心性についてであります。これがいわば転換点に立っているというふうに言われますけれども、今後どのような方向に進んでいくのかということについて、シャリマン・ロックマン先生の方、マレーシアの方ですけれども、書いていただくということになります。 ASEAN 中心性について大国関係という枠の中で論じていただくことになります。6と7については補完的チャプターということになります。この第6章におきましては、ビン先生 DASS ベトナムの先生の方に書いていただくことになります。東南アジアにおける安全保障の課題ということについて2つ指摘をいただきます。1つ目はいわゆる違法漁業についてであります。もう一つは海洋における海賊行為ということになります。それに対してどのような政策的な対応が行われているのか、その点につきましてはバンコクのレベルにおきまして、いろんな取り組みが行われておりますし、またもう一つ参加国を対象にした対応が行われていることについて論じていただくことになります。そして第7章につきましては ASEAN の地域、 ASEAN のそれぞれの小地域における協力制度について論じていただくということ、そして最後に結論、そして具体的な政策提起をしてすることになります。
基本的な具体的な事例に基づいてどのような政策対応をしていかなければならないのか、特に ASEAN 諸国において具体的にどのような対応策ができるのか、政策提供を行うということになります。私のプレゼンテーションの最後におきましては、私の省における、その基本的な確認内容ということになります。スール・セラバス会等におきまして考えてみますと、こちらが東南アジアの地図になっております。南シナ海はこちらでありまして、スール海がセラバス海もこちらの方にあります。こういった2つの海洋を見てみますと、いろいろな取り組みが沿岸諸国で行われているフィリピンであるとか、一つずつ申し上げていきたいと思うんです。インドネシアにおきましてはサトガス115というもの、これはスペシャルタスクフォースでありまして、いわゆる IUU 漁業に対応するものであります。サバ地域におきましてマレーシアですけれども、その特別部隊を作ることによってスール地域における問題対処に当たっているということがあります。コーストウォッチサウスというものもあります。こちらはナショナルウォッチセンターということに発展をしておりまして、いわゆる海賊行為を取り締まる取り組みを行っているところであります。このような形で新しい制度というものが沿岸諸国におきまして、これまで従来型のものではないような形で進んでいるということです。こういったことを考えてみますと、それぞれの国におきまして、それぞれの国が例えば状況、海洋状況把握という観点から強化が務められているということだろうと思います。一つの結論になりますが、どのような課題があるのかということをまず確認をしていかなければなりません。海洋状況把握というものが強化をされている中におきまして、一方でそれぞれの地域におきまして調整のメカニズムはまだまだ不十分だというふうなことがあります。例えば IUU 漁業におきまして取り組んでいるところもありますし、またフィリピンにおきましてはテロのネットワークに注力をしているということがあります。したがってこういった新しい制度が存在をしていますけれども、調整がまだ十分ではないということがあります。いろいろな取り組みがあって調整を強化をしていこうということが行われているところです。一つの課題として今後考えていかなければならないのは、今後検討していかなければならないものとして考えることができるだろうと思います。また暫定的な成果といたしましては、それぞれの加盟国がいろいろな変化を遂げているということを無視してはならないと思いますが、一方で政策目標の違いということについても十分に認識が必要だというふうに思います。もっと、どういうふうな分野におきまして協力が必要なのかということを考えていかなければなりません。スールー海におきましてはいろいろなその装置整備装備というものが必要だということがありますので、この沿岸諸国が協力をして調整をしていく、単に新しいその装置を導入するということではなく、そういった協調活動をしていかなければならないというのが私の結論です。まだその進行中のプロジェクトですので、皆様からのコメントをいただき歓迎をしたいと思います。以上でスライドのシェアをやめさせていただきます。チャンさん、よろしくお願いします。ありがとうございます。それではチャンさん、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様こんにちは。高木先生、ありがとうございます。全て貢献してくださったプロジェクトを頑張ってくださってありがとうございます。高木先生もおっしゃったように、今まだ継続中のプロジェクトです。グローバルな専門家が集まっている中に参加できて本当に光栄です。高木先生がもうすでにブリーフィングやってくださったので、私はごくごく簡単に済ませます。ぜひ後で議論したいと思います。まず今どんなタスクがあるか周知のことですが、地域海洋環境というのは一部はグローバルな展開に、一部は東南アジアのローカルな展開によって決まります。地域海域の安全保障は地域諸国のみならず地域を超えた国々の利益にとっても重要なものなんです。
時間も限られますので、簡単にこの3つ、さまざまな本プロジェクトのチャプターで検討されていることを提起。第1、東南アジアの秩序と共通海洋ビジョンの評価。第2、地域制度と大国関係のマネジメント。第3、ASEANの中心性。これは複数の論文で提起された共通テーマの一つです。プロジェクトを通じて、まず共秩序と共通ビジョンというのはあるんでしょうか。この東南アジア海洋の将来についてこうあるべきとの共通見通しはないということが明らかだと考えています。競争的ビジョンのものは戦略環境はもうゼロサムゲームである。現在大国間競争と競争意識が支配的だと主張するでしょう。東南アジアと地域外の国が協力に関心を持っても、今の米中競争の複雑性が増すのではと多くは懸念を抱いています。チャプターの一つでは、伝統的海洋の自由へ意義、チャレンジは何から提起されているかというと、誰が何を保有しているのかとの管轄権の紛争や沿岸国の保育義務、対する使用者の国の権利義務、環境に関する懸念、同意された法規制原則がしっかりと遵守されていないということなどによります。国民国家が国連海洋法は大きな妥協の産物だったことを忘れているのを明にします。海洋法は難しい歩み寄りから生まれたもので、同じことはできないかもしれません。この世界ビジョンでは協力はほとんど見込めず、地域制度のひび割れ、紛争リスクが高くなっています。逆に協力のビジョンもあります。我々の国家の成功は海洋貿易とその結果のグローバル化された制度に依存しているのだと思い起こされるものです。無論この制度は脅威にさらされており、それは単に大国間競争だけが理由ではないと認識しています。例えばさまざまな海洋安全保障脅威の悪影響があります。海賊行為、武装強盗、違法売買、密輸などなどです。とはいうものの、チャプターの一つはこの IUU 地域での海賊行為など、ここを見ています。これ海洋安全保障がいかに重要かとの認識以外、それだけが共通なんです。いろいろなところ勧告はありますが、ほぼすべての国においてコミットとリソースのバランスを取るというのはますます困難になっています。さらにグローバルなコロナ禍で難しくなっています。信頼が生まれればという希望はありますけれども、しかしこの海洋の安全保障がいかに重要かというところ、ここだけは共通認識になっており、あと残りのところでは難しいわけです。すべての国においてコミットリソースのバランスを取るのは大変である。その上で共通利益の海洋安全保障での協力が波及効果を持って地域の信頼欠如の状態を改善するのかとの問題が残ります。よく議論され、紛争リスクの高まりの主な理由ともされている問題です。ASEAN、中国の今のトレンドを見れば、実務レベルでの協力は戦略レベルでの信頼にはほとんど影響しないと、そういう見方も意見もあります。じゃあ我々この地域にいるものが現実的にコミットできる共通ビジョンを持てるのかという問題があります。コロナの教訓の一つ、これは多国間協力が不可欠であるということです。主要グローバルトレンドが引き続き戦略的見通しをインド太平洋地域で再形成していく中、地政学的政治的不確定さが ASEAN に新たな勢いを与えています。シンガポールに対してもそうです。パートナー、友人との協力への勢いを与えています。第2点目、地域制度と大国です。これは東南アジア諸国 に対しても、またその他との関係にも影響を持ちます。こういったところはいつも協力と競争という要素が入ってきます。問題は地域のそれぞれの国がどうやってこの期待に対してマネージしていくのかということです。外部の利益の、それで ASEAN 指導型のアーキテクチャですが、これはオープンであるということ、包摂性を持つということです。一カ国の影響のみが排他的でないということです。たとえ中国であっても米国であってもです。さまざまな地域のグループで ASEAN には包摂性あるプラットフォームが提供され、パートナーや地域外の国をエンゲージできます。
これは ADMM、ADMM プラスのスタディが行われています。東南アジアの多くは中国についての懸念を共有しています。で、米国を地域のレジデントパワーとしてみなしますが、ASEAN国家はそれぞれが苦労して培ってきた中国との堅牢な実務的な関係を気にかける必要があるんです。東南アジアのオブザーバー、これはどんなに難しいかということをよく知っています。これはシンガポールのリー・シェンロン首相が明らかに繰り返しています。他の東南アジア諸国も同じです。引用します。様々な大国の利益の交差点で生きており、その中に取り込まれることや反感を買うような選択を迫られることは避けなければならないと言っています。で、この地域はこういった国を除外することはできないんです。包摂性ということが重要になります。次に最後のポイントです。ASEAN の中心性です。一つここチャプターをここに費やしています。他のチャプターでもそうなんですけれども、専門家の方々の意見を後で見たい、読んでいただきたいと思いますが、まずこの ASEAN の中心性を見るのに有用なのは、ASEAN がさまざまなインド太平洋戦略概念、またクワッドにどのように対応してきたか見ることかもしれません。簡単に言いますと、ASEAN はインド太平洋 ASEAN アウトルック AOIP を策定しました。そこで繰り返したんです。自分たちの共同体、接続性の計画を繰り返しました。開かれた、包摂された、繁栄された東南アジアのための計画で理念的ではない今の競争対決への価値点は含んでいません。ASEAN のこの留保の理由の一つ、これは ASEAN 中心性が悪影響を被ってしまうかもしれないとの懸念なんです。この懸念は分かりやすいものです。ASEAN 主導ではない地域グループを別に持つことは、すでに脆弱な ASEAN 中心性を脅かすのではないかというものです。近年の ASEAN の振る舞いを見れば、当然だと思ってます、私は。東南アジア含む、その緊密なパートナー含む、いかなるステークホルダーにとっても ASEAN の招集力、コンビーニングパワーを疑問視するのは当然です。ASEAN は自ら中心性を保ちたいなら自ら価値を証明しなくてはいけません。ただこの ASEAN 中心性の両義性、わざと曖昧にしたことで戦略的な空間を作る助けになったとは言えます。 ASEAN でなければ単独で動けないような小さな国、弱い国に一定の動く余地を与えたというものです。大国力学が ASEAN の立場を保障するというより、 ASEAN を脅かすような地域環境では単独での動きは難しいでしょう。 ASEAN 中心性、これは大国の善意とサポートに依存していると、我々が同意できれば ASEAN 加盟国が制度的結束にコミットする限りにおいて、過去数年は ASEAN にとって教訓となりました。 ASEAN これまで享受してきたしている善意やサポートを当然と思ってはいけないんだということです。以上です。議論を楽しみにしています。ありがとうございます。ありがとうございます。ジェーンさん、お二人感謝申し上げます。非常にうまくこのプロジェクトの全体像についてご説明をいただいたと思います。最もコアの課題について説明をいただいたと思いますし、そして全体の枠組みについても説明をいただきました。この書籍がどういうふうになっていくのかということをうまくまとめていただいたと思います。さて、それでは次に質疑応答に進みたいと思います。ぜひ皆様からの質問をお待ちします。その前に議論を私の方から始めていきたいと思いますが、いくつか質問ですけれども、このコアの課題について中核的な課題というものを本の中に踏み込んでいくということをされているわけですけれども、ここで3つ質問があります。で、それを通じて議論を始めていきたいと思うんですけれども、1つ目はどのようにしてテーマをどのように決めたかということなんですけれども、で、本の中でそれぞれのテーマはいろいろあったと思うんですけど、それをどのように決められたかということです。
プレゼンテーションの中でも説明はあったと思いますけれど、もう少し、どのようにして、こういった選択をしたのかということの説明をいただけますでしょうか。2つ目は、このすべてのこの章をまとめるにあたって、いわゆるそのレッスン教訓として、我々が読者が学び取ることができるものはどういうものなのかということが2つ目です。本が出版をされた段階でどういうふうな教訓を私たち読者が得ることができるのかということです。3つ目は、このプロジェクトを始めた当初は、コロナの前だったと思うんですけれども、ですので今回のこのコロナが実際に本の内容に影響を与えることがあったのか、そして研究全体に影響を与えることがあったのかどうか、大きな変化、影響というものがあったのかどうか、お二人ともこの本の中でもいろいろと研究するにあたって影響があったのかということについて、お答えいただきたいと思います。以上で私の方からの質問ということになりますけれども、まずその田上さんの方からお願いできますでしょうか。ありがとうございます。プレゼンテーションでも2つ指摘をさせていただいたところでありますけれども、どのようにしてテーマを選んだかということ、でシンガポールにおきまして、例えば大国関係というと、その海洋秩序について選んだわけでありますけれども、例えば海洋秩序関係ということの言葉を聞いた場合におきまして、インド太平洋戦力、そして自由で開かれたインド太平洋というふうな日本の主張もありました。こういったことについてまず考えたことがあったということであります。もちろんこういったことについても検討させていただきましたけれども、と同時に現場におきまして、ASEAN それぞれの国々においてどういうふうな認識があるのかということについても目を向けたということがあります。ですので、このこういったそのこのようなテーマについて著者としてカバーできることだと思いますけれども、しかしながらそれぞれの省の担当として ASEAN が現場において経験をしていることを目を向けるということ、大きなビジョンということではなくて、そっちの方に目を向ける必要があるのではないかということがあったと思います。全体的なそのテーマということにつきましては、政策指導型のアプローチを取ったというふうに申し上げました。問題指導型ということではなく、つまり我々自身としてはそれぞれの加盟国がどのようにして展開をしていくのかということがありました。3点目のコロナの問題ですけれども、この点については影響があったと思います。しかしながら実際に超大国の対応というのがそれほど変わらなかったという、中国におきましても引き続き非常に強硬な姿勢を南シナ海で取っております。コロナの後でもそうです。トランプ政権も非常にアグレッシブだったと思いますよ。中国の行動に対抗しようとしてまいりました。ですのでコロナがあったからといっても、この海洋秩序の分野においては大きな変化というものはなかったと思います。むしろ新しい情報というものは当然入ってくるということはありますけれども、しかしながら基本的なコンセプト、ストラクチャーは変わらなかったと思います。ありがとうございます。ジェーンさん、ジェーンさんどうぞ。はい、確かに今先生がおっしゃったようにテーマはコンセンサスとして
focus on, you know, the as issue that we ought to focus on. 我々それぞれがフォーカスしているところ、貢献した人たちが見たわけです。それぞれの寄稿者たちはいつもある問題、この地域にいつもある問題なんです。いつもある問題、この地域外のところ、国々も関心を持っているところです。ということで、パンデミックの影響はどうなのか、まずパンデミックはまだ収束していません。なので、まだ時期尚早だと考えています。政策などに関して見るにも。高木先生もおっしゃいました。インパクトは見ています。いつもある問題なわけです。例えば、南シナ海の問題も一つです。で特にコロナのためでこの南シナ海の協議プロセスは止まってしまいました。でこういったものはチャプターでも取り上げています。いかにして対話を続けるのか、パートナーや友好国などとこういった課題があるにもかかわらずどうやって続けるのかということです。いつもある問題、これはもうすでに ASEAN が支配的に懸念として持っているものです。ある意味時期にかなっているとも言えます。この大国競争のインパクトを見ると、また ASEAN 内部でどうかということを見ますと、まず一つになった見方というのは ASEAN という制度の中でも、またその大国競争のインパクトという意味でも一つになった見方というのはまだないと考えています。もちろん競争は脇に置いておいても、地域外の国が代替を ASEAN の代わりにということを見ているんでしょうか。それも懸念なわけです。いくつかのチャプターで取り上げています。これを焦点などをチャプターとして当てています。こういったものはいろんなプロジェクトがあって、いろんな多くの人がこれを見ているわけです。先ほど高木先生がもうおっしゃったんで繰り返しませんが、もう少し地域のフレーバーを与えたいと思ったんです。政策の提案などに関してです。ただ単に理論的なことを言うんではなくてです。ありがとうございます。いくつか質問が出てるんですけれども、私の質問をちょっと置いておいて Q&A のタブを見ていきたいと思います。ファン・スワン・ドンさんからです。学生の方です。 RSI で学んでおられます。この外部の中級国家やクアッドが東南アジア諸国に対して非在来型の海洋安全保障の脅威にどのように支援をしていくことができるのかということです。この中級国家やもしくはそのクアッドですけれども、こういった国々が東南アジアに対して非在来型海洋安全保障脅威に対してどのように協力できるのかと。でこの点についてはいかがでしょうか、ジェインさん。ではそこを私答えたいと思います。ある意味この海洋関係を東南アジアについて考えてみますと、もうすでに申し上げたと思いますけれども、このステークホルダーが関与しているということ、東南アジアの国々だけではなくて、例えば安全保障の分野におきましても考えていかなければならないということになります。ですので、どのようにしてそのパートナーと協力できるのかということが重要にあります。中級国家やクアッドの話が出ました。むしろ我々にとりましては東南アジアがまだクアッドに対して抵抗があるのか、もしくはインド太平洋コンセプトに抵抗感があるのかということが考えなければならないと思います。どのような原則がその中に込まれているのかと関係をしているというふうに思います。安全保障、そして高校の自由、こういった基本原則については ASEAN でも理解されています。しかしながら、これをどのようにして東南アジアに提供されているかという問題だと思うんです。クアッド自身がそういうふうなことをやっているだろうと思います。中国の要素というものがその中に非常に強力に存在をしているということになります。常にこういった説明は
あの一つのクアッドを支持をするというのが、いわばこの大国関係に肩入れをしてしまうというふうになってしまう。ですので、こういったその大国の利害関係というものを戦略レベルにおいて存在をしていますけれども、しかしながら一方で東南アジアにおける海洋安全保障の具体的なことを考えていかなければならないということなわけですよ。多国間においてこういった具体的な問題につきまして、さまざまなメカニズムを通じて展開をしていかなければならない。例えばその東南アジア全体として、もしくはそれぞれの加盟国のレベルにおいて具体的に海洋安全保障について展開をしていく場合におきまして、やっぱ外部のパートナーと協力することは当然だと思いまして、したがって具体的なそのトラックがいいのかどうかということを考えていかなければならない。沿岸諸国自身がそのことを自身で考えていかなければならないと思います。それぞれの沿岸諸国が ASEAN のアンブレラの元に置きまして考えていかなければなっていかなければなりません。ですので ASEAN であるのか、それとも近隣その沿岸諸国が中心になって対応していくのか、こういったことを考えていかなければなりません。ですので基本的にはどういうふうなこのストラクチャーメカニズムを用意をしていくのかということ、それが非常に柔軟性の高い包摂的なものでなければならない。結果として沿岸諸国にとりまして海洋安全保障の問題について貢献できるようにすべきだと思います。それに関していろいろ話されていることがあります。 ASEAN は国家の中心性ということで、 ASEAN の中心性ということで、どちらかの国の味方をするというのは嫌だであると、嫌であると、米国や中国のどちらかを選びたくない。多国間アプローチの中心となるのは ASEAN でなくてはいけない。すべての国を招いて強くエンゲージさせたい。ASEANがどこかの国を選ぶようなことはしたくない。そして招集する能力を持って強くいろんな国をエンゲージさせたいということですよね。でもしもう少し皆さんをプッシュすることができたとして、つまりどのような条件が必要なんでしょうか。そういったことを実現するために例えばもうこうなったらもうできない、 ASEAN が例えば中心に居続けるということはもうできない、そういうことが起きる条件というのはどういう条件でしょうか。そういうことを考えられましたか。どういう条件になったら ASEAN がもうそういうことはできないと思われるのか。どうぞ。では自分の責任を果たしたいと思います。タフなご質問いただきました。これはもうぜひご自身で論文を書いてください。あなたのドラフト、多面的なアプローチ、東南アジア諸国のということを書いてらっしゃいます。これが鍵だと考えています。というのも20世紀の大国競争というのはシンプルなんです。例えば西側東側ということで、多面的というものはなかった。しかし現在の21世紀の大国間競争という時にはそれぞれの政策分野を見る必要があります。例えば技術の分野であっても区別しなくてはいけません。非常なハイテクと非常にローテクの分野を区別する必要がある。どの政策分野で声高にポジションを叫ばなくてはいけないのか、一部の分野であればそのポジションを維持できるのかというようなことです。でこういった複数の政策分野があれば ASEAN はおそらく招集者としてのポジションを維持できるのではないでしょうか。もし1政策分野でステークホルダーが1つの問題しか議論できないということになれば、
それはその招集能力という意味で最後だ、それで終わりだと思います。Jane, would you like to chime in here? Yeah. この ASEAN 中心性の課題について関係してくると思うんですけれども、中国自身がやっていることについて、それを支援しているかどうかということでありますけれども、一方でクワッド、そしてフォイプがありますが、これに対して ASEAN 諸国がどのように対応しているのかを考えてみますと、まずクワッドの国々がこのインド太平洋戦略というものを作り上げていく、その中でこの ASEAN 中心性ということについても関連をして議論をするということがあります。ですので、まず議論をして、今の段階におきまして、例えば ASEAN 中心性というものがいつでも ASEAN の重要性ということが指摘をされるということがあります。原子レベルにおいてもそのことについて指摘をされますけれども、しかしながらそれは非常に説得力あるものでは必ずしもなっていないということがあります。ここで重要な点は、これは実際に、近隣諸国がどういうふうに対応しているのかを関係をしていることがありますけれども、ASEAN 諸国自身が、中国が理解しているのかどうかということについては、確信を持っていないと思います。クアッドの国に、と協力をしたからといって、中国に反対をしているということは必ずしもないと思います。もちろんそれは逆のアメリカとの関係についても言えるわけでありますけれども、したがって、ASEAN の中心性という議論をする場合においては、東南アジア諸国は引き続き、それぞれの外部の勢力にとって、まだ意位のある存在として位置づけられているのかということだと思います。こういったその競争関係がある中にあって、東南アジア諸国の重要性というのはあります。ですので、忘れてはならないことは、こういった外部の勢力と交渉する力だと思います。その意味におきまして、質問に答えようとするのであれば、ASEAN 諸国というものが常に重要な存在として外部に移り続けるのかどうかということです。東南アジア自身の中にもその点について懸念があると思います。いろいろな考え方もありますし、ですので、一点明確なことは、東南アジア諸国の中にいまして、この点について何かしようという動きがあるということは、いい動きだと思います。もちろんその遅すぎるかどうかという問題はありますし、また十分に迅速に対応できているかどうかという課題はあると思います。たくさんご質問いただいてますので、質問に戻りましょう。スティーブン・スミスさんからのご質問です。いただいたご質問ですが、ASEAN の中心性に関してですが、中国がどのように挙動したら、この地域の安全保障にとって有用と見なされるんでしょうか。また、どのような中国の挙動は地域の安全保障にとって有用ではないと、助けにならないと地域の国にならされるでしょうか。どういう行動だったら役に立って、どういうことだったら役に立たないか、どんなだか。どうぞ。Yeah, Intervention, I was attempting. 先ほどのコメントでその質問をお答えしたかったんです。うまくできなかったんでしょうね。だからこの問題が来たんだと思います。南シナ海を例として見てみましょう。南シナ海を例として見てみます。して私の見方では、Right. At some point, you know.ものなんです。循環的なものなんです。例えば、行動規範の交渉を見てみましょう。これは役に立っているように見える。しかし、でもこれは私の見方では中国がまず善意というものに関して2009年、本当に大きな問題が南シナ海に関して生じてしまった後でした。ですからもう少し見てみると、この問題は南シナ海はもっと外部の地域の国を、例えば海軍などが南シナ海に押し寄せてきたらそれは役に立つのかと、そういう問題が出てきます。私はそれに関していつもこう言ってます。
私の見方ですが、地域外の国が何をやっても中国はもう南シナ海に関しての主張を低下させるということは少なくとも短期中期にはないということです。国内の理由があるからなんです。で、中国はストップすることができないんです。パートナーとか友好国などが南シナ海でオペレーションをすること、これは止めれないわけです。まあ、もちろん戦争すれば別ですが、専門家がまたその話をすればそれはまた別の議論になります。そういう意味において、中国の挙動の評価について私が示したいと思っているのは、南シナ海がどういうふうに挙動しているか、また提言したいと思っています。地域外の国に対して、その時の中国に対してこういうふうに振る舞ってほしいというふうに、地域外の国にも振る舞ってほしいということなんです。バランスが必要です。というのも、Great Power Engagements is 大国のエンゲージメントがどういうふうになっているかということ、これについて南シナ海の国々も懸念を持っているんですと申しましたところ、南シナ海のスポットライトというところから少し離れると、この地域のダイナミックスを見るっていうので南シナ海だけ見るっていうのは近視眼的だと考えます。他にもいろいろ問題があるわけです。そして他のいろいろなもの、地域外の国、東南アジアにどうエンゲージするか、こういったものもみんな関係してくるんです。そういう見地から見れば、分野アセアン中国がもっとポジティブにいく道筋も見えてくると思います。今年はアセアン中国対話の30周年記念です。いくつか多少の楽観主義というのは残っています。まあ、南シナ海は別ですけれども、アセアン中国が何を達成できるかということに関しては多少の楽観視する人もいるんですとは申しましたものの、譲歩しなくてはいけません。本当に同意するところがあるかというと留保です。 ASEAN 中国は今いろいろな似通った言葉、例えば信頼とか協力とかコラボレーションとかあったわけです。しかしながら、こういった形で同意が見られるか、共通ビジョンが持てるかどうか、これはまだ見なくてはいけません。私は確信しているわけではありません。でも同じことが言えるのではないでしょうか。 ASEAN 米国関係でも ASEANその他大国で南シナ海に関心を持っているところです。同じビジョンがあるのか、同意できるところがあるのか、いろいろレトリックあってもそういった同意、歩み寄りの余地はあるのか、ここはもっと対話が必要です。よく理解していくために。ジェンさん、ありがとうございます。高橋さんの方から何かありますでしょうか。もしくは次の質問。まあ、1点簡単に申し上げたいと思います。この外部勢力自身には ASEAN 各国の具体的な問題についてきちんと認識をしなければならないと思います。戦略的な課題はそれぞれの各国が持っているということにさ、中国もシンガポールもアメリカもどの国も戦略的な課題というのを抱えているということがあるからです。ですので、この点について認識をし、分析をしなければなりませんと同時に、具体的な課題が各国にあるということを認識をすることも大事です。ASEAN の利害と ASEAN 各国の利害と、それについては違いもあるということです。重複するものもありますけれども、各国と ASEAN の利害関係というのは違いもあるということです。我々のプロジェクトにおきましては、その点につきまして、具体的な課題、それぞれの加盟国が持っていることがどういうものなのかということについて研究をすることも対象になっています。次、アメリカの関係ですけれども、どのような議題が ASEAN にとってそのアメリカ政府との関係でどういうふうな課題があるのか、
どのような課題、どのような議題を ASEAN 諸国が新しい大統領、アメリカ大統領に会うときに提供すべきなのかということだと思います。で、いわばエンゲージメントを確保してもらうためにということだろうと思いますけれども、どのような議題を提案をすべきだろうでしょうか。例えば、ASEAN に対して、また ASEAN のリーダーに対して、どのようにアドバイスをされますか。ASEAN、アメリカとの関係において提起をすべき議題という点です。この質問ですけれども、こちらについては、以前の質問の連続性のあるものだと思います。キャパシティビルドについて話をさせていただきました。これは日アメリカの政策当局者にとりましては、9/11 以来、非常にその評判、その関心のある分野ということであります。つまり、例えば東南アジア諸国の能力構築をテロリズムの観点から強化をしていかなければならないと主張していました。ですので、能力構築ということについては、まず第一に ASEAN の加盟各国を行うということ、そしてこの外部の協力といたしまして、例えばアメリカということだけではないですし、日本もある程度貢献をしているということもあります。ですので、アメリカ、その他の外部勢力にとっては、具体的な課題として、加盟国が直面しているものに目を向けることだと思います。もう一つは、この海洋状況に早くだと思います。ただ、問題は、その MDA についての目標は何なのかということになります。それぞれの各国において目標というのは違うということがありますので、海洋状況把握というのは異なっているというところがあると思います。Thank you. Jane, would you like to? ありがとうございます。ジェーンさん、どうぞ。チャーリーさん、私の答えご存知なはずです。私のベースライン簡単です。早くそれを実現せよ。実現するようにする。両側でです。米国側でもそうです。実際に投資をし、時間もやって、そう時間も費やしてということです。ASEAN もそれを受け入れなくてはいけないということです。新しいそのアジェンダをちゃんと載せるということです。もう今、高木先生がおっしゃった以上のことはありませんけれども、区別が重要だとは考えています。それぞれの制度の目標、目的に関してです。そのアジェンダで目的にはまらないものは載せてはいけないということです。具体的な質問に戻ります。じゃあ、ADMM プラスには何を載せるのか、2つ全く違うプラットフォーム、目的が違うわけです。だからはっきりさせなくてはいけない。ASEANの役割を大国関係マネージするとき、そういうふうに考えるべきだと考えています。ADMM プラス、あるいは ASEAN 米国サミット。ASEAN 米国サミットというのは焦点を当てるのは何かというと、ASEAN 米国をまた近づけさせるようにすること。もう一度テーブルについて、プライオリティの方向性をきちんと揃えるということです。それぞれでプライオリティは何なのかって言うんではなくて、方向性を一つに揃えるようにするということです。それから次のアジェンダを決めるべきです。ADMM プラスも同じです。ADMM プラスは良いモメンタムがあると思ってます。すでに ADMM プラス1、非公式のダイアログもありまして、こういったところも進捗があります。ただ ADMM プラス1非公式の米国のこっちの方は遅れています。 ADM プラス中学、 ADM プラス日本などに比べると。だから米国の方々検討してここは追いついていただければと思います。まあ、それに付け加えて1点はこのアメリカはこの地域において関与を続けていかなければならない。二国間だけではなく多国間においてもです。
2つ目はこの PPRC、PRC との対話というものも維持をしていかなければならないということがあると思います。3番目にはインフラ投資を地域において強化をしていくということ、それをすることによって、投資を大規模な形で中国はやっているということに対応することができると思います。そしてすべての国に対して大使を派遣をするということ、このことは非常に重要だと思います。これが前政権からの大きな違いということになっているというふうに思います。ここで留めておきます。この章に、本の章について質問があったと思います。章について説明をいただきましたけれども、この地域内の海洋安全保障の制度ということにつきまして、海軍や、そのコストガードなどを活用することによって、外部の中級国家とも関係をしながら対応していくということ、この点についてはどうでしょうか。非常にいい考え方だと思います。もう少しこの点につきまして、背景情報について提供させていただきたいと思う。ワーキンググループというものを持って議論をさせてもらいました。25の議論、テーマを議論させていただいたことがあります。したがって、寄稿者につきまして、その関係者というのはそれぞれその議論をしたということがあります。いろいろなその優先課題というものを選んでいくということがありましたので、いろいろなテーマというものにつきまして、今お話にあったものにつきましても、重要な要素の一つとして提供されたものの一つです。ですので、それぞれの章におきまして議論をさせていただくことになりますけれども、ボリューム2も出ることがありますので、その点で対応していきたいと思います。追加何かありますか、高木先生。非常に良いアイデアだと思います。素晴らしいモデレーターの先生、ぜひこのご質問取り込んでいただければと思いますが、それでは次の質問に移りましょう。中国に関しての質問です。中国の覇権が高まってきている。ASEAN 国々のポスチャーです。南シナ海に対してきちっとした主張ができないというのは ASEAN の中心性が移ると。良い質問だと思います。どなたかこれに関してお答えになりたい方。中国の挙動、一方で全ての ASEAN の規範的な構造に合致しているようにも見えるが、他方ではそれを侵害しているようにも見えると。 ASEAN はそれにどう対応しているか。簡単にお話しします。非常に素晴らしいご質問ですね。もっと時間が欲しいです。まず刑事的に中国の挙動ということを評価しなくてはいけない。中国は随分変わったと私は考えています。2009年2010年あたりです。以前中国はもっと重要なポジションでした。 TAC や TSC など受け入れていました。で、南シナ海は別です。あとベトナム、フィリピンに対しての態度は別ですが、2009年、10年まではそんなにアグレッシブでなかった。しかしその後変わったということを理解しなくてはいけない、評価しなくてはいけない。この質問に関して考えるには、対応が変わってきているということ、 ASEAN 諸国がそれも考えなくてはいけません。とてもいいご質問だと思います。ジェーンさんどうですか。ジェーンさんの方から何かありますか。ミュートになってますよ。おっしゃる通りだと思います。で、もう一つの質問、その南シナ海におきまして、明らかな事例というものがそこに存在をしているということがあります。
ですので、ASEAN にとってはその点について十分対処し得てないと思います。で、南シナ海において、その将来どういうふうに考えるのかということにかかってまいります。常に舞い戻ってくるのは、中国が南シナ海で何をしているのかということに関係をするものでありますけれども、東南アジア諸国が何を南シナ海で求めるのか、その点については、まだ十分に議論されていないと思います。東南アジア諸国と中国が何が優先課題なのか、そしてその優先課題をどのように実現できるのかということが十分に交渉できていないということを協議できていないと思います。ASEAN 加盟国が ASEAN 諸国の中におきまして、しっかりと議論をしているわけではない。で、中国のその計画というのは東南アジアと異なるものだということをはっきりしています。ですので、すべての関係者が具体的な課題を持って対応していかなければならないということがあります。高木さんもおっしゃっていただいたように、COC もありました。少なくともその点については、どういうふうな幻想も持つべきではないと思います。COC が中国の行動を変えるということはすぐにはできないだろうと思います。まあ、もちろん基盤として、その自主規制を行うという意味におきましては非常にいいことだと思います。で、その研究者としては、その点、楽観的であるというふうなこともあると思いますが、しかしながら、リスクをしっかりと管理をしていく動きを取っていくべきだと思います。それでは最後の2つのご質問です。ASEAN の中心性に関して、あまりにも政治的な安全保障に焦点を当てすぎなのではないか。だから ASEAN はもっと他のところに焦点を当てるべきではないか。おそらくこれは社会、文化的、経済的という意味だと思いますが、この ASEAN の中心性という概念はあまりにも政治安全保障に焦点を当てすぎだと思われますか？それともそうは思われませんか？いかがでしょう？このご質問を読んでからなんだか年を感じました。私、 ASEAN というのは伝統的には政治的な安全保障のアジェンダの場所ではなかったんです。加盟国はそういうことをも話すのを嫌ってました。もしこの問題に関して焦点を話をできるようになったら、もう地域の制度として随分それは進捗が見られたってことですっていうのが最初の答え。冗談はさておき、 ASEAN はもっと経済を議論すべきです。社会問題もそうです。それぞれの国家のギャップがあまりにも広い。それはもう奇跡的な成長というのがこの地域多くの国々が享受したからです。社会的な問題、パンデミックというのもいいでしょう。将来のアジェンダとして ASEAN の協力分野としていいと思います。この質問が反映しているのは何かというと、 ASEAN が開発発展してきたということだと思います。大変興味深いですね。ジェンさんありますか？ぜひ、この ASEAN その中心性という点の章でぜひ書いていただきたいなと思いました。もう次の質問ですけれど、もう将来に関係するものだと思います。佐藤さんからです。海洋安全保障の観点から考えますと、この中国が支配した時代において、その中におきまして、海洋安全保障をどういうふうに考えていくのか、いわば中国がこの地域海洋を支配しているような状況の中にあって、例えば島嶼諸国の管理であるとか PKO であるとか、そしてその他の活動につきまして、最後の部分ちょっとよくわからないんですけれども、いわばおそらくこの南シナ海の
理想的な姿というのは、その中国は支配した後はどういうふうにすべきなのかという質問だと思いますけれども、それに答えていただけますでしょうか。まあ、私が想定をしていることなんですけれども、南シナ海の状況は、中国がここの地域を支配した後の時代、どういうふうに考えるのかということだろうと思います。おそらく私にとりましては、いわば未来を予想するのは、中華家庭を想定をするのは意味がないと思います。今日の時代におきましては、現実の世界の直面していることから出発していかなければならないと思います。このいろいろな海洋における紛争というものが、領土をめぐる、その紛争というものが、力を使わずに国際法の下で解決することを望んでいきたいと思います。COC の交渉につきましては、いろいろ協力精神のもとにまとまったということから学んでいくべきだろうというふうに思います。ですので、これが理想的な姿だというふうに私は思います。それがどういうふうになるのかということはよくわかりません。その想定をする過程を置くのはよくないと思います。Say something here? Yeah. Yeah, okay. 高木先生、何かございますか？はい。私も少し留保があります。中国が世界の独占を支配的に なかったらどうなるかということですが、ただ2つあります。1つ、ビジョンは日本の政府の政策、自由でオープンなというところに1つあります。もう1つです。例えば、フィリピンの方々で南シナ海の問題に関して従事している方々、フィリピンのアントニオ・カルベシウ最高裁判事、元判事ですが、海洋で保護された地域というのを自然保護地域として作るべきであると、というのも漁業資源は非常に重要である、そこを懸念すべきだと述べていられました。南シナ海というのはインキュベーターなんです、多くの魚類の、それを保護すべきだとおっしゃってました。こういった資源に関して軍事拠点化するのではなくて、海洋資源を保護すべきだということをおっしゃってました。理論層的なビジョンで促進できるのではないでしょうか。ありがとうございます。本日のセッションをもうこれで終わりになります。お二人の方からまとめの発言はありますでしょうか。参加者の方々に感謝を申し上げたいと思います。質問をしていただきました。それを通じて我々そのコンティリビューターもいろいろいますけれども、常に考えていることでありますので、質問自身をしていただいたこと、十分に対応できたかは分かりませんけれども、専門知識のないとこ分野もありましたので、ぜひ我々といたしましては引き続きこういった形でその対話を進めていきたいというふうに考えたと思います。ぜひもし具体的な質問がありましたら、我々の方にも書いていただきたいと思っております。ぜひこの質問内容については寄稿者と共有をさせていただきたいと思います。最終的にその出来上がったものが意味のあるものにしたいというふうに考えておりますので。どうぞ先生、私は特に何もございません。ただありがとうと申し上げたいです。ご参加いただいてありがとうございます。ジャーンさんがおっしゃったように、まだ継続中のものですので、皆さんからのフィードバックを本当に楽しみにしています。またありがとうございました。ウェビナーにも参加してくださって、お二人ともありがとうございます。良い刺激に満ちたセッションだったと思います。2名の大使にもお礼申し上げます。スピーカー2名にもありがとうございます。またご参加くださった皆様、心よりお礼申し上げます。さらなるご質問楽しみにしたいたしております。すべてのご質問をお送りください。
それではこのセッション終了します。皆様ありがとうございました。次のイベントのホストを楽しみにいたしております。それでは皆様お大切になさってください。さようなら。